コミオンは、韓国、全羅北道生まれの女性登山家。女性初の8000メートル峰の14山制覇を目指し、2007年には、韓国の女性登山家で初めて1シーズンに8000メートル93山の登頂に成功した。2009年7月11日、同じく女性登山家である、クレギンゼンと共に8000メートル本11山目となる。 パキスタンのナンガパルバットの登場に成功。翌日下山途中に、通称ナイフの葉のような稜線と呼ばれるロープが使用できない6200メートル付近で転落死した。事故原因は、彼女が乱気流に巻き込まれたためとみられている。彼女の遺体は、同月16日に救助隊によって5300メートルの地点で収容された。その後、2009年9月に、 地元韓国産学会から金のピッケル賞を受賞した。この賞は2005年に創設された賞であり、韓国登山会における優れた精神を称えるものである。同産学会のパクヨルジュ事務局長は、個人はヒマラヤの登場を通じ、チャレンジ精神を見せてくれ、スポーツクライミングの活性化に貢献したと語っている。受賞式は9月15日にソウル港南区でも要され、 姉が代理受賞することとなった。なお、7月11日に韓国隊と共に南ンガパルバットに登頂成功したボルフガング・ケルプリンガーは同日頂上から転落死している。ありがとうございます。